教育無償化も同様です。これをやるためには今の憲法では完全教育無償化ができません。やるためにもこれを発議をして、そして国民の皆さんにご判断をいただきたいと思っています。教育無償化も大阪府だけです。私立高校の授業料の無償化、これ全国47都道府県で大阪だけが完全に無償にしてるんです。私立高校の授業料の無償、これ47都道府県の中で完全実施をしているのは大阪だけです。私立高校今完全に無償化でいけます。例えば私立高校の無償化というのはもう完全に今実行してます。完全無償です。高校無償で完全無償でいけるようになってます。私立高校無償でいけるんです。私学の無償化っていうのは一番最初にやって完璧な無償化を今やってます。言ってることがめちゃくちゃ、大阪維新は高校生を食い物にしてるんだ。クッ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 クなんてひどい世の中なんだ。大阪維新は高校生を食い物にしてるんだ。なんてひどい世の中なんだ。クッ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 ク